ABS 秋田放送アナウンサーの田村芳也です。東京五輪女子バスケットボール銀メダリストの馬瓜エブリン選手からの宿題、ショルダーローリングやってみます。使うペットボトルの重さはエブリン選手と同じ2リットルです。まずは腕を水平に伸ばして前に回します。レディーゴー。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、後ろ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、左右にひねります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、上下。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、最後腕を90度にして前に。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。エブリン選手、宿題できましたよ。いや、肩甲骨周辺ほぐれました。皆さんもぜひやってみてください。